オーストラロイドの身体的特徴を持った男性アボリジニのオーストラリア男性。バヌアツ出身の自然に金髪の少年。オーストラロイド、またはオーストラロメラネシアンは人種概念の一つで、コーカソイド、ネグロイド、モンゴロイドと並び四大人種と呼ばれる。オーストラリア大陸、ニューギニア、メラネシアを中心としたオセアニア州を呼び、スンダレッ島、スリランカ、 ムンバイを中心としたインド西南部から南部などの南アジアにかけての地域に分布する。ユーラシア大陸に進出した人類のうち7から5万年前にインド南部の海岸地帯からスリランカ住んだ列島を経由しサフール大陸に進出した人類の子孫と考えられている。オーストラロイドは一見地域ごとに人種が枝分かれする以前の 初期ホモ・サピエンスの特徴を残しているようにも見え、しばしば、原始人種などと呼ばれることがあった。しかし遺伝的には、初期人類との隔たりが大きく、かつミッドコンドリア DNA や各 DNA 解析に、基づいた、分子系統樹では、西ユーラシア人からあるいは東ユーラシア人から分岐したことが示されており、過酷な環境への適応によって形成された特殊な、 文化的なイメージと形質からそのような誤解を持たれているに過ぎない。オーストラロイドはネグロイドと同等程度に皮膚の色が極めて濃い。肌の色とは対照的であるが髪の色が明色で金髪という個体がアボリジニアメラネシア人の女性や子供によく見受けられる。なお髪の色は成長するに従って次第に黒くなっていく。かつては 肌色などの外見的特徴からネグロイドに含まれていたことがあり、特にメラネシア人などは太陽州ニグロとも呼ばれていたが、本来のネグロイドとは頭髪の性質、血液型分布などが異なり、少なくとも1960年代後半には別系統という説が強くなり、現在はアボリジニなどと共に独自のグループに入れられている。最近の解析では、 オーストラリア先住民とインド南部のベッドイドとの間には頭蓋骨の形態に大きな差異があることが分かった。Y 染色体ハプログループの拡散と人種。青色がオーストラロイドオーストラロイドは、で、アフリカ後にイラン付近からインドを通ってオーストラリアに至る南ルートを取った集団である。人種を特徴づける Y 染色体 ハプログループとして C1 ビットに MSK などが挙げられる。オーストラロイドに属す主な民族は以下の通り。東南アジアの島々やインドシナ半島内の各地に散在する諸集団にはオーストラロイド的な痕跡があるとされる。ありがとうございます。